熱戦が続く関東地区では続々とヒーローが登場。千葉の注目は今大会ナンバーワンキャッチャーの山下綾次選手です。初戦、プロ野球11球団のスカウトが詰めかけるなど注目度抜群の習志野高校山下選手、走攻守の三拍子が揃い強肩も魅力です。攻撃面でも守備面でも中心になると思うんで、しっかり自分のプレーで盛り上げて一戦必勝で頑張りたいと思います。そんな山下選手が迎えた最後の夏、3回表習志野はノーアウト二塁のピンチを招き、松戸国際は送りバントの構え。山下が素早いフットワークで三塁へ送球しタッチアウト。いきなり守備で見せます。しかしツーアウトから3連打を許した習志野、今大会初めて先制点を奪われ2対0とリードを許してしまいます。それでも習志野はその裏1点を返し、さらに2番本山のタイムリースリーベースで逆転に成功。なおも続くチャンスで4番山下綾次。ここでダメ押ししないとなってきました。なるほど、入りました。ツーストライクと追い込まれ迎えた5球目。ここぞの場面で必ず打つ、これぞ4番の仕事。山下の攻守にわたる活躍で習志野がベスト8進出を決めました。今日のヒーローはダメ押しのツーランホームランを放った習志野高校山下綾次選手です。その前に2点取られてたんで、どうにかピッチャーを助けたいって気持ちで立ちました。彼の帽子のつばにはある言葉が。夢舞台です。夢舞台っていうのはもう一回甲子園に戻りたいんで。去年の春初めて挑んだ甲子園、その夢舞台まであと3勝です。前橋商業後藤俊太選手、実は群馬のイチローとも称されるプロ注目の外野手です。スピード感あふれるプレーを見せれるように頑張りたいですね。持ち味のスピードで3年ぶりの甲子園に導くことができるのか。序盤後藤は凡打が続き結果を出すことができません。4回裏前橋商業の攻撃、ツーアウト満塁のチャンス、8番ピッチャー野口が2点タイムリーを放ち先制します。結果が出ない中でも声を出してチームを盛り立てる後藤。そんな中8回、バッターはここまでノーヒットの3番後藤。ヒット出てなくて、やっぱ自分でもちょっと焦ってる気持ちっていうのがありました、はい、今度は自分が飛んだなっていうちょっと気持ちになりました、はい、後藤は初球を振り抜き打球は右中間へ。自慢の俊足を生かしベスト8進出へダメ押しのタイムリースリーベース。3年ぶりの甲子園へ、後藤のさらなる活躍に期待です。もう初回からどんどん積極的にもうガツンとしたいんで、そこを見ていてもらいたいです。